ストターン、あこれは波が張ってくる、そしてエントリー小川選手逃げ切るか、アップです。さあスピードをつけて、さあ抜けてきて、ここで一つターンを入れて、もう一つセカンドターン、さあブルー稲葉選手ストレートアップのファーストターンからセカンド、さあそしてサードターンとスプレーを飛ばしてくる、そしてリエンドリーも大沢選手スピードをつけてライト方向、さあボディフィールドを抜いてのリバースを決めていきます。渡辺選手ライト方向アップしております。さあファーストターン、セカンドターン、フローター気味、さあスピードをつけて、さあもう一度決めてくる、さあホワイトライレフト方向へ、さあ大きなターン、さあセカンド、さあサード、そして最後もリエントリー決めてくる、バックサイドストレートアップからのもう一つストレートアップ、そしてリエントリー、深いボトムターンからまたブローテールからの、さあフローターで前に出てくる、そしてインサイドセクションスピードをつけて、もう一度ブローテール、インターフェアレンスコール、ホワイトイエロー、ホワイトの選手が黄色の選手に対してのインターフェアレンスです。ホワイトの村上選手はライトですね。ファーストターン、すごいターンしてきましたね、ファースト、そしてここでねじり込む、さあレフト方向大きなカービングターンから、さあそしてライト方向に、そしてストレートアップのリエントリー、イエロー小川選手がランドアップ、井原選手今日のポイントは7点差の、さあファーストターン決める、終了です、終了です。さあ井原選手選手がファーストターンから、さあセカンド、そしてねじり込むサードターンからインサイドセクションで、さあスピードをつけるパンピングしながらのリエントリー、そしてレッドはバックサイドでターンを繰り返す、最後のリエントリーまで持ってきたレッド大沢伸之選手、さあファーストターン、セカンドも決める、さあ最後そしてレッドの大野選手も、さあブルーファーストターン、そしてセカンド、そしてサードターンからのリエントリー、さあ最後リエントリー決めてきました。さあビハインドはブルー、ブルーは秋田選手、さあインサイドで、さあリエントリーも決めてくる、さあレフト方向、さあスピードをつけて力強いターン、さあそしてスピードをつける、さあフローター、さあさらにスピードをつけてもう一度フローター、第2位はレッド小川選手、トータル 12.35、 本当1対1なんで、もう存分楽しんで、悔いのない戦いしたいと思います。